北海道奥路軍の一区路軍は、北海道奥路総合振興局の軍。人口19238人、面積 252.66km 平方メートル、人口密度76.1人、経平方メートル、以下の一長を含む、1879年に行政区画として発足した当時の軍域は上記一長に、 釧路市の一部を加えた区域にあたる。江戸時代の釧路郡域は、官営年間には、正木藩によって薬場所が開かれていた。江戸時代以前から、明治時代初頭の交通について、陸上交通は、沿岸部沿いに都東国の函館から、千島国方面に至る道の途上となっており、文化2年には、西の白ら郡方面から、釧路郡に至る道が、釧路郡から、 東の厚岸郡に至る道も、完成11年から12年にかけて、釧路線を大鳥市間9里に、馬の通行にも支障ない道が、文化5年に、函館奉行の許可を受け、映像を雇った厚岸在住の市、庭金助によって、厚岸線を大鳥市間約5里半が開削されている。海上交通は、北前船の航路が開かれ、釧路に寄港することもあった。 江戸時代中期の寛炎4年には、後の釧路市城山に相当する地域に、江戸によって、もしりや茶酒が築造されている。江戸時代後期、釧路郡域は、東江戸地に属していた。国防のため、完成11年釧路郡域は、天領とされた。五福島神社は、この頃の創建である。文政4年に、釧路郡域は、一旦、正木藩領に服したものの、 安政2年再び天領となり、仙台藩が警護を行った。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍佐藤星を踏襲して、釧路軍が置かれた。軍名の決める際に、松浦武史郎は国名を釧路国として置きながら、久しずり軍を提案。範囲は、西尾田の四より東根吹番や元川中海都市、また、西根部院より、 東、あっけしかえもせうまで、を、前方軍を立てることも提案したが、久しずり軍と前方軍を合わせた範囲が、釧路軍となった。前方軍は、松浦武次郎が提案した中で却下された、唯一の軍である。北海道1.2級町村制止工事の釧路軍の、町村。ありがとうございます。